皆さんこんばんは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんばんは、ゆっくり魔理沙です。ジルノだよ。最近夜遊びってバンドのアイドルって歌が流行ってるみたいだけど。知ってるぜ。誰もが目を奪われてく君は完璧で究極のボンビー。金輪際報われない貧乏神の慣れの果て。違うわよ。違ったか、貧乏神の行き倒れだったっけ。茶番はもういいわ、本題に行ってちょうだい。舞踊書シリーズの流れで童心の話なんだが。童心？頭痛い時の薬かしら。脳パン？脳心だろ、頭痛薬は。あたしが言ってるのは童心だよ、童心。何それ美味しいの？童心っていうのはな、北海道新聞を略して童心。てめえらいい加減にしろよ。童心っていうのはだな、江戸時代の舞踊書で与力の下で捕り物やったり事務やったりする下級武士のことだぜ。一応舞踊書の序列としては舞踊、与力、童心の順になるのね。舞踊は旗本で与力が騎馬武者、童心は歩兵とか足軽のポジだな。おいくらぐらいもらっていたのかしら。与力の家禄は地用地取りって言って、地用地から上がるお米200石の4割80石だったんだけど、童心はそれより身分が低いので切り米と言って直接お米で支給されて30俵2人ぶちが原則だったのだぜ。ちりはい、童心さんの給料は携帯カイロだったの？あんたは黙ってなさい、話についてこれないんだから。30俵2人ぶちって言われてもわからないわよ。お米30俵と1人ぶちっていうのは自分で食べる用のお米5俵のことだぜ。30俵2人ぶちならお米40俵ね。1石は2五俵な。俵まあまう。じゃあ、40俵を1石に直して、16石1両1石として、1両10万だったら160万円たった？チルノちゃん。チルノちゃん。いけない、頭がオーバーヒートしちゃったみたい。外暑いし。最下層の侍は3両1人ぶちの3品だぜ。それよりマシってことだな。江戸時代は下級武士は経済的にきつい時代だったんだよ。年収が3両30万とお米5俵って、それも厳しいわねー。童心は付け届けなど役得も多いし、童心街が八丁堀の端っこにあったんで、廃寮屋敷の表通りを自分たちの屋敷にして、裏通りに面したところを長屋にしたり、商人に貸したりできたんだぜ。中村モンドみたいな裏家用が副業とか、それはなかなか厳しいぜ。というのも童心というのもなかなか多忙な職種で、手回りと呼ばれたレギュラーの警察職は南と北の舞踊所で12人しかいなかったんだぜ。あら？与力が25期で童心は100人いたんじゃなかった？童心も警察仕事だけじゃなくて庶務仕事をする童心もいたからな。手回りしてるのはそれだけ。だから体を使った内職とかの服用は奥さんの出番なんだぜ。そこまでしなくても十分裕福だわね。役得と家賃収入で。着流しに揃いの羽織に房付きの銃手で、町人たちからは八丁堀の旦那衆って呼ばれてた。時代劇なんかで有名なあれね。見回り警察仕事の童心破産回りって呼ばれて。どう違うの？犯罪者の探索と検挙、治安維持の仕事だわね。普段時代劇で見てる中村モンドがやっているのが城町回り。江戸の決まったコースを巡回して番所に立ち寄ったり聞き込みしたりパトロールしてるんだぜ。現代のおまわりさんの仕事だわね。30代から40代の働き盛りが務めることが多かったというぜ。もろ時代劇だわ。人数が少ない上に江戸の町人街は複雑で熟練者じゃないと務まらんらしいのだ。いろいろ込み入ってそうだもんね。難事件が発生している時や、捜査が難航した時など城町周りの仕事が忙しい時は、別の仕事に移った超ベテランの同心がヘルプに入ることがあって、これを臨時周りていう。臨時周りの方が格が上なのね。町周り同心っていうのは同心たちの花形仕事だから、町周りやってて昼アンドンとかの設定はありえないんだけどな。まあ、時代劇ってそんなもんだから。次が隠密周り。あらら、隠密同心ってほんといたのね。まああんなに派手なことはやらんがな。町周りを優秀な成績で務め上げた者が舞踊直属で町人に紛れて市中に潜入して町の様子を舞踊に報告する仕事なんだぜ。なるほど、
それでは長年城回り、臨時回りを務め上げて江戸の町を知り尽くした同心でないと務まらないわね。武勇は江戸の町に隠密回りを放つことで市中の様子を把握して市政に役立てていたのだぜ。いろいろよくできているのね、江戸幕府って。伊達に300年続いたわけじゃねえな。でもそれだけの人数じゃ人足りないでしょ。同心や与力は私費で岡っ引きや小物と呼ばれる町民の協力者を雇って取り物や捜査業務を行っていたのだぜ。御用だ御用だ。親取り物チルノちゃん字が違うわよ。御用だ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 。いや御用じゃなくて、御用だ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 。いやいやそうじゃなくて、チルノに召し取られるやつもいないだろう。今日はここまでね。ご視聴ありがとうございました。